はいどうも、ザンダルクです。というわけで、今回は、新作 FPS のご紹介ということで、まあ最近ですね、新作ゲームちょいちょい紹介してるんですけど、まあどれもこれも PC ばっかなんですよね。まあなので、結構コメントでは、PS でできるゲームってないんですかみたいな、結構コメント多かったんですけど、やっとですね、満を持して PS4、5でもプレイできるゲーム。はい、こちらの、インサージェンシーサウンドストームってことで、はい、こちらですね、3月30日にリリースされました。で、こちらのゲームですね、覚えのある方多いと思いますが、PC の頃、それこそね、4年前ぐらいからちょいちょいとね僕紹介してましたし、そうじゃなくても結構ねその新作 FPS として、まあ、他の方のねチャンネルで上がってますので見たことある方もね多いんじゃないかなと思います。はい、それがですね予定通り PS 版でも登場ってことで、なんと無料ではなく、有料ってことでね、5400円くらいしました。まあ、安くはないんだけど、てかま、PC だとね、セールで1500円くらいでね、まあ、売ってたりとかしますので、まあ、PC ある人は正直ね、PC の方がおすすめなんですけど、まあ、PS でできる、MW2 以外の FPS ゲームで言ったら、リアル思考で、かつね、カスタムや銃の種類が多い行芸ってなってくると、こちらかなりね、こだわってるゲームとなっておりますので、早速こちらね、数年ぶりに解説やっていこうかなと思います。はい、ということで、これからもですね、こういった形の新作ゲームだとか、いろいろと紹介していこうかなと思いますので、もしよろしければ、通知が届くように、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。では参りましょう。はい、ではまずこちらのゲームのすごいところなんですけど、まずこちら外見のカスタマイズ要素ですね。まあ、通常 FPS ゲームって自分の外見なんて見えないから、まあ、こだわる必要そんなにないんですけど、ただこちらのゲームはすごいってことで、まず性別ですね、男性女性変えられますし、キャラクターの顔ですね、ここいらたりも、全部変えることができます。だから結構ここら辺のカスタムもすごいんですが、さらにこいつらに対して髪型だとか髪色とかとヒゲですね、こういった形で結構変えられたりとかして、まあ、自分の好きなキャラクタースキンというかね、あのキャラクターを演じることができると。で、さらにこちら、ヘッドギアだとか装備品全部変えられます。はい、サバゲーマー歓喜ですね。なので私はこれちょっと今回サンド系のね、格好にしておりまして、こういった形ですね。で、これなんと、まあ、ここいるあたりはちょっと DLC 要素としてね、購入しなきゃ使えないところだったりとかするんですけど、半分以上はゲーム内通貨で買うことができます。はい、これ私右斜めに書いてあると思うんですけど、ゲーム遊んだだけでもらえたコインなんで、で、この辺すごいいいですよね。だから例えば、フェイスだとかで言うと、ここいるあたり多分イラク戦争だったらつけてる方多かったよなと思ったら、買えるんですよね。はい、アンロックしていきましょう。はい、購入。はい、これゲームで遊べば買えるんで、まあ、やり込み要素としてはお金を貯めて、ここいるあたりの装備品を買おうねっていう、そう、ペイトゥーウィンにならないところをやっていくんですよ。いや、いいですよね。手袋もあるし、胴体もあるし、さらにこれ、迷彩もね、全部変えられますから、やばくないですか？で、これがこんだけ種類あるんですよ。いや、それはやるよね。サバゲーマーやろう。やってね。自分の好きな装備作ろう。ね。はい、こちら迷彩というか、これベストも色変えられるから、もう神です。はい、こういうバッグも変えられますし、大きいバッグのね、色も変えられます。いや、もうすごいよね。もうこれだけで、はい、装備品に関しては問題なしってことで。で、さらに、これね、今多分、政府側っていうか、軍側のね、装備だと思うんだけど、反政府勢力的なのも使えます。で、だからあれですよ、イラク戦争とかでなんかゲームあるじゃん。イラク戦争 FPS 出ようとしてるんだけど、もうそれをね、もうこのゲームの中から再現できるっていう。なんかもう、ぽいよね、格好からして。ね。っていうのができたりとかして、もうめちゃくちゃ面白いです。で、それだけじゃなくて、なんと、兵種だとかもめちゃくちゃあるんですが、武器の数が、もうね、これ PC でも5、6年ぐらい前からずっとやってるから、もうアップデートでずっと重ねられてる分、めちゃくちゃ多いんですよ。なので、ちょっとまあ武器のね、解説多分めちゃくちゃ長くなってると思うんですが、はい、多分編集でね、ここまでゲーム見たい方スキップしてねってやると思うんですけど、一応全武器ね、射撃で使えるのは紹介していこうかなと思います。いや、本当に多い。はい、ということで、こちらが射撃場となっておりまして、結構ここら辺もね、クオリティ高いんですけど、まあ武器の数がね、とにかくあるんですよ。やばいということで、見ていきましょう。こちら、SG552 ですね。はい、こちら MW201K でも登場してた SG552 くんが、登場ってことで、しかもこちら通常リロードと、タクティカルリロードですね。四角ダブルタップすると、こういった形でマガジンを捨てて、リロードするって形のやつもできると。さらに撃ってからのフルリロードもできますので、かなり枠ありますね。はい、これで、チャージングハンドル引くかな。おー、いいですね。チャージングハンドル引いた。こういった形の、リロードもちゃんと設けられてる。しかもこれ全武器ですよ。さあ、見ていきましょうか。MDR。はい、タルコムでありますね。ブルーパップの、銃。はい、QFEZ ですね。はい、こちら。ブルーパップ銃で、これも中国の銃ですよね。はい、COD でよく登場する銃。で、次こちら、OTS11。これ正直ね、僕知らなくて調べたんですけど、これもね、なんか中国の銃らしくて、エアバーストって形で、なんかこう、なんだろう、グレポンも撃てるみたいな。まあ、エアバーストイコール、グレポンと違うんだけど、まあ、空中炸裂弾的なやつが、普通の銃と、グレポンで切り替えられるっていうね、めちゃくちゃ変な銃なんですよね。っていうマニアックもあったりとか、王道どころのパルパイセン、いいですね。そして G3、A3、素晴らしい。いや、このフォルムは美しい。世界一美しいアサルトライフルと言われた。このフォルムですよ。あー、綺麗。そしてですね、アスバル。はい、みんな大好き。こちら、AS バルってことで、サプレッサー内蔵型ですね。シャキッ、ぷいっと。いいっすね。んでもって、こちら、ハニーバドジャー、ハニーバジャーですね。
最近も MW2 で登場した、やつですね。はい、こちら、ディロズルとこんな感じ。いいっすね。だから結構 CQB 系もあったりだとか、SKS ですね。はい、こういうロマン系だったりとか、次がこちら、MK17 モッド0ってことで、スカー H ですね。はい、7.62mm 系の、スカー H くん。いいっすね。アイアンサイトも、ザスカー。んでもって、これ、あれかな、二次戦の銃だよね、これ。まあ、レール乗ってるからちょっと違和感あるんだけど、まあ、回収型って感じですかね。これもなんかワールドオーズで登場してそうな感じですね。そしてグリースガン、M3 グリースガン。はい、アメリカが誇る、グリースガンってことで。やっぱ奇抜な見た目してんな。このアイアンサイトですよ。結構あれですよね。あの、マニアックな銃多いですよね。さあ、こちら P90 ってことで。はい。いいですね。ちょっとアイアンサイトがちょっと違うのかな、これ。まあ、このやつタイプあんのかな。まあ、とりあえずこちらは P90 ってことで。いいっすね。んでもって、はい、クリス・ベクター。はい、レートが速い。そして KS23。はい、こちらですね。コールオブデューティーだと、ブラックオプス1のキャンペーンの時に使えたショットガンかな。多分、ロシアとかで使えたショットガンだと思うんですけど。間違ってたらすいません。ただ、KSG ですよ。はい。こちら。BO2 だったらスラッグ弾がついてたんですけど。こいつは多分、3弾、あ、これスラッグ弾かもしかして。いや、3弾だな、ちゃんと。3弾してんな。はい、こういった形でブループアップでね。いや、これもね、結構人気ですよね。ファンの多い銃かなと。で、トズ194。これちょっと知らないんだけど、まあ、タルコフでトズっていうね、ショットガンがあるんですよね。まあ、クソザコ武器で有名なんですけど、多分名前的に一緒だから、そういった感じのあれなんかな。お友達銃かな。そして、M870、レミントントントン、レミントンってことで。で、うわ、めちゃくちゃあるやん。ジャンさんすごいっすねーって思った方、甘いです。これ、ごく一部です。はい、なんとですね、こちらの下に降りると、見えますか？今、私のトーク力が、あの、口が、ちょっと乾いて、なかなかね、ちょっとトーク、噛みそうに なってるんですけど、この銃の数ですよ。やばくないこれ、何個あんの？いや、マジでやばいよな。これけど、あの、リリースしたてでこれじゃなくて、もうずっと前から PC でアップデートし続けて、これがあるって感じらしいんでね。はい。まあ、妥当だ、妥当ですね。はい。そしてこちら、AKM ってことで。あー、いいですね。ちょっと銃声がね、ちょっと軽い感じしますけど。まあ、ザ・ AKM って感じの、AK って感じの感じがして、素晴らしいです。そして、ガリル。いいですね。はい。ハンドガードの部分が気になってる、ガリル、パイセント。で、ちゃんとバイポッドも出てますね、ガリル特有の。そして、これ、ガリルの、SAR ってことで。はい、これが多分、まあ、皆さん、BO とかでよく見てたガリルなんじゃないかなと。よいしょ。あれ、ディロードミスってない？え、なんか、ディロードミスるとかあんの？ははは、ちょっと待って。お前、ディロードミスったやろ。なんで？で、QBZ03 ですね。これちょっと知らないんだけど、QBZ ってついてあるから、中国の銃だよね。はい、QBZ 系は多分中国。で、VHS ってことで。これもなんかあれですよね。最近、MW2 でリークでありましたね。ファマスの彼に実装されるかも、みたいな。ブルーパップの銃で、最近紹介したワールドウォー3でも登場してる銃です。で、すいません。あの、ランチャーに関しては、もう全く詳しくないんで、撃って終わりにします。はい、終わり。ははははは。マジでランチャー系知らないんだよな。で、開拓地で、あったりだとか、投げ物ですね。モルドフだとか。こういうのあたりちょっとラインナップそんなないんだけど。お次ですね。ちょっと LMG 行きましょうか。M249。はい、おなじみですね。いや、こういう系のハードコア系はね、絶対来てほしい、銃。そして PKM。まあ、これが敵国側というか、あれですね。反政府側が使う感じ。いや、リコイル制御がでかい。で、MG3。いや、これもいいですよね。登場しますよね。よく車に乗ってるイメージがあります。反政府の。で、M240B。B ってなんだろう？これ軽いバージョンかな？まあちょっとあれですかね。B って言ったら通常ブルーパップだったりするんですけど、これブルーパップ関係ないもんね。はい。で、お次が M60。M60、レシーバー部分ちょっと違うのかな。まあいいや。はい。みんな大好き M60。そして RPK。RPK これ木ではなくてね、ほら、スチールなんですよね。フルメタルなんですよね。で、MP7。はい。いいですね。で、MP5A5。はい。これが多分通常コールオブデューティーで登場する MP5A5。そして MP5A2 ですね。まあ、一応 MW2019 のガンスミスでこの状態できるんですけど。そして UZ。いや、これも敵国へ出てくるイメージだよな。うん。イメージめっちゃあるわ。そしてこれ、あれだよな。まあ、名前これ M110SASS で、まあまああるんだけど、これあれサバゲーであったよね。どこだっけ ?VFC かどっかがガス風呂出してたよね。これあの、結構ね、長いやつで、そう、これなんか確か専用サプレッサーとかでクソ長くなるんですよね。っていう形のクソロマン装備もあったりだとか、MK14EBR ですね。あったり、M24 ですね。はい、こちら。こちら後ほどちゃんとね、ガンスミスでサイトつけることができます。はい、こちらも使えて、モシンナガンですよ。アイアンサイトモシンナガン。ででんでんででん。ふい。下平ごっこできますね。そして SVD、いいっすね。ふい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 。で、M1 ガーランド。いや、二次戦の代表銃。はい、しかもちゃんと、はい、クリップのね、こちら廃墟もできますと、キーンと音いいですね。はい、リロード。ガシャン。もう一回聞いていきましょう。
はい、素晴らしい。そしてお次がこちら M99 バレットですね。はい、対物ライフルの、やつとなっております。あ、これバレットじゃないか。これ M99 はなんかねちょっと違う国の対物ライフルなんですよね。でお次これ M82A1 が対物ライフルのあのバレットですね。はい、アイアンサイトもまんまっていう。でお次はこちらガリルエースですね。はい、あの BF4 でも登場してるし MW2019 でも登場したガリルエースくんで、タボール7いいですね。ブルーパップのおなじみ、やっぱレートはちょっと早いね。で L85A2 ですね。まあ、ドンキって言われてるのは L85A1 の方なんですけど、 A2 もね不具合だらけでジャムだらけだったんでね、こちらでもジャムおじさんが見れるんでしょうか。そして M16A2、 はい、こっちバーストの方ですね。そしてこちら M16A4 ってことで、はい、こちらもバースト勢となっております。で M4A1、 はい、おなじみですね。キャリハンが素敵。そして MK18CQBR、 はい、素晴らしい。はい、これがね結構いろんな作品で M4 として登場してきますよね。で、G36K クルツタイプ、はい、カービィの方ですね。ナイス。で AKS74U クリンコフってことで、で AKα ですね。これ AKα っていうか、これ AK15 だっけ。 AK15 ってなんかあったよね。 AKα って銃はちゃんとあるんだけど、この見た目では違うから、これ AK15 だったりとすんのかな。この辺ちょっとごめんなさい。で AK74 ですね。はい、いや AKM とか AK47 ね腐るほど出てくるんだけど、 AK74 単体出てくるゲームってなかなかないじゃないですか。でだからね嬉しいですねこれは。はい、で飛ばしてたこちらハンドガンですね。まずこちらが、このハンドガンが、ベレッタ社のなんかだった気がする。なんかこれ僕知らなくて調べたんだけど、多分ベレッタ社のなんかハンドガンだった気がする。で、PF94。はい。グロック系かな？で、MR73。こちらが、リボルバーとなっております。で、L106A1。これはあの P226 系のハンドガンらしいですね。はい。ちょっと名前違うけど。で、M45 ですね。はい。いや、これはわかる。いいですね。ウォーリアー。で、ブローニング HP。ハイパワー。いやーいいですね、素晴らしい。でこれだけだけでちゃんと M1911 あります。いやいいですね、ブローニングだけでね M1911 済ます場合ありますけど、ちゃんとこれ2つ分けてくる。そしてマーカー6パイセン、はい、ちっちゃくておしゃれで、 M9 ですね、ベレッタんでもってデザートイーグルにブレデカ、こちらですね。これあれですよね、あの BOCW とかでもなんかサプレッサーで麻酔ガンとして出て、いやこれバンガーで登場したのかまず、まあ、あるし、あとスナイパーエリートだっけ、なんだっけ、なんかあのスナイパー使うゲームがあるんですけど、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、あれで実はね登場してるハンドガンになったりとかするんですよね。だから二次戦で多分登場してるハンドガンですよねこれ。そうボルトアクションでやばいっていうサプレッサー銃、はい、っていう形のラインナップとなっております。いやもうほんと数多すぎるし、僕もね全部解説しきれん。うん、いやマジでね、それを調べるのもちょっとあれなんで、まあ、僕のね今持ってる知識であれなんで、あの間違ってたらあの訂正コメントくれたら助かります。ということで、はい、こちらですね。いやめちゃくちゃ多いと思うじゃないですか。甘い。これなんと全部ガンスミスあって、それ専用の、カスタム構成とかもあったりします。いやすごすぎでしょ。例えばですね、まあ、M16A4 ですね。はい、こちら、まあ、キャリハンステってこういった形で、サイト付けられて、めちゃくちゃ数あるじゃないですか。で、こういった形でサイトいっぱいあるんですけど、じゃあ、ガーランド君はってなってくると、まあ、ちょっとこれ違和感ありますが、レール乗っけてね、サイト付けることができるんですが、はい、こちら。はい、これちゃんとね、あの、ガーランドに搭載されてる、搭載機というか、照準ですね。だから、これ専用アタッチメントなんですよ。やばすぎーっていう。で、それだけじゃなくて、例えばハマスとかだったら、このキャリハンの上にね、乗ってたりだとか、やばいよね、これも。で、バレルですね。はい、こちら、グレポンがなんと、つけられます。そしてグレポン用の、照準器もついて、なかなかハレンチですね。しかもこれバイポッド、これねファマスのこれ標準装備のところありますよね。もう何言ってるか多分分からへんと思うけど、あマスター機もありますね。いや本当ね何言ってるか分からんと思うんやけど、で私銃捨てる人からすると、うわーバイポッドそこの位置あるの分かってるやんって感じなんですよね。そうだからグレポンとか使ってあげるとファマスね普通に使うことができるんですが、それプラスはいグレポンですね、ちゃんとこうやって使うことができて、リロードモーションもあったりだとか、さらに覗き込むと、はいこちらのグレポンのねところを覗き込むっていう、いやクオリティ高すぎ。もうここの冒頭だけで動画一本作れてしまう。であと SVD とかも SVD 専用のねサイトありますね。これほら横につけてるやつね。いやこれもねちゃんとされてるのいいっすね SVD 君。だからねほんとその専用のアタッチメントが多くて、おーってなるんですよ。わかってるやみたいな。あ例えばこれとかも、あのさっき言ったやつ、例えばサプレッサーがほら見て、これ専用のサプレッサーなってるんですよ。やばくないですか、クソ長いっていう。これ確か実際ありますよねっていう感じでね。このサイトとかこれ専用のやつかな、色合ってないかちょっと。まあという形でちょっとあれなんですけど、いやもう本当ね、もうこれだけで無限時間解けたりとか、あとこれですね、ハンドガンとかも全部ガンスミス変えられて、例えば面白いのがリボルバーですね。まずこういった形で安物サプレッサーってことで、オイル缶サプレッサーありますね、コールオブデューティーリスペクト。でさらにそれだけじゃなくて、はいこちらのリボルバーくん、はいこんな形でね、ダブルアクションで撃つことができるんですよね。まあダブルアクションって言ったら、まあ通常のリボルバー、まあ皆さん FPS ゲームで普通で使ってるリボルバーが大体ね、まあダブルアクションだと思うんですけど、トリガー引いたらハンマーがこう怒ってバーンってこう行ってくるのダブルアクションって
言うんですよね。2回こう動作するかダブルアクションみたいな、いう風な認識でいいと思うんですけど、で、これをですね、はい、こちらのスナイパーバレルっていうのをつけてあげるとですね、なぜか知らないんだけど、シングルアクションって形で、この、ハンマーの部分ですね、これを一回一回自分で、クッパンクッパンみたいな形で起こしてあげないといけないっていう、そう、レートが落ちるんですよ。いや、なんでーっていう、元がね、もうほんとね、もう拾いきれないネタが多すぎるんですよ。っていう形で、銃だけにおいては間違いなく、現存するね、PS ゲームでナンバーワンとなっております。数数えろっか。66、67、68、69んで、ランチャーの分を合わせると70、71、72、73ということでね、重火器っていうかこの FPS 視点で持って使うことができる武器は、こんだけの数ありますよってことで、おーすげー。はい、でちゃんとね結構性能分かれたりとかしてるんでね、そこら辺もすごいいいところなのかなと思います。じゃあもうこの段階でね、もうお腹いっぱいかと思いますが、ちょっと試合やっていきましょうか。はい、で実際のゲームなんですけど、こういった形でね、コープ性もちゃんとありますので、まあ、この手のゲームね、有料だからかそるんじゃないかなと思ってる方も安心して遊ぶことができます。ただ何よりね、クロスプレイが多分常にオンになってるから、まあ敵 PC プレイヤーのねガチモサに絡ることあると思うんだけど、ただまあちゃんとねプレイ自体は対戦の方もできると思いますので、そこら辺はまあ当分安心してもらえたらなと思います。さあでは早速こちら、対戦モードやっていきましょうか。多分 PC とクロスプレイオンだとは思うんだけど、まあ、結構マッチング早いですね。はい、ということでこちらね、目標をすべて制圧すると、敵を排除するかでなんか勝ちみたいな形のね、なんだろう、ヘッドクォーターに近い感じのモードかな。やっていきましょうか。ということで、ライフルマンでいきまーす。さあ、ということで、まあ、味方が誰か拠点取った時に、まあ、自分がリスポーンできるって形の、ちょっと変わったモードなんですよね、これ。まあ、その他は、味方が3人ダウンしたら復活ができるよ、みたいな。なんか、サバゲに近いですよね。はい、5人カウントで、5回ダウンした人がヒットしたかで現れたら復活できます、みたいな形だったりとかするんで、結構そこら辺はね、変わってるゲームなのかな、っていう。で、B が一番激戦区になるんですけど、こういった形で裏で C 行ってくれてるんで、これで C を取ってくれたら僕ら味方が全員復活できるんですよね。そう、結構特殊モードだったりするから、何そのモードってあったりするんですけど、まあまあやってみれば 2,3 回で覚えられるゲーム性ですので、早速こちらでやっていきましょうか。だから基本的に命大事です。はい、即リスポーンできるゲームもあれば、できないやつもいっぱいあるんでね。はい、これで制圧ですと。はい、やっていきましょうか。さあ、これで全拠点をめちゃくちゃ取るか、それとも敵陣を全滅させるかっていうね。殲滅戦は、拠点奪取編ですね。さあ、これ多分 A 取られてるから、A 取り返さないと敵がね、また湧いてくるから、さあ敵に拠点を取られないっていうのが、重要だったりとかするんですよね。大丈夫それいける？さあ、味方と一緒についていきましょう。さあ、しっかりと D もできるんで、D もしつつ。抜かれてるそれ。いたな。ほら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 、ちょっと当てといたよ。さあ、リロードしていきましょう。ちょっとこれ一人で行くの怖いなぁ。けど A はこれで乗ってないから、もう行く必要ないよねっていう。あ、終わった。なんでやねん、早いって。まあこれボイスチャットもね、デフォルトであるんで、そう、左今ね、これ喋って今私ミュートにしてるんですけど、まあ連携ありきのゲームなんですよね、本当に。赤点もないから。さあ次、反対陣営ですね。そう、陣営によって使える武器は変わってきるんですよね。SG55 に使っていきましょう。おー、すげえほら。スキンで、フェイススキンでほら、ゴーストにしてる。ね、こういうのをね、やっぱいじれるの楽しいですよね。なんかほんと、昔前の無料ゲー FPS って感じですよね。せーっていう。開けろお前。おい、そう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 。こういう形で蹴破ることができる。蹴破れーっつって。よし。ね、これが乗り越える。で、ちゃんとね、スライディングもできるんで、ちょっと飛距離が大事なんですよね。走って、これぐらいで、スライディング、はい。こういった形でスライディングもちゃんとできますので、まあ、ここら辺も大事。で、B 取られて、待って、ラグやってもう、最悪。ラグのせいでさ、ちゃんと射線切ってたのにさ、で、それないやろ。はい、で、これでディスポンまたできへんっていう。もうクソですね、これは。まあ、回線も見てもらったらわかるけど、ほら、もうね、常にピンピンだから、まあ、マジ、日本人とマッチングしてない気がするよね。リング168だから、まあまあ、ひどい方かな。んで、B 取られてるんで、B をエントリーしていきましょうか。あ、味方がごめんごめん、ソーリーソーリーソーリー、あ、許してくれた。これぞあったかい精神。で、また勝っちゃったよ。さあ、では、お次ですね。あ、ちょっと回線とかの問題がありますので、ちょっとですね、スムーズにできる AI 戦をね、ちょっと見せていこうかなと思います。AI 戦っていうか、コープモードですね。はい、こちらのコープモードなんですけど、まあ、見てもらったらわかる通り、味方は全員オンラインプレイヤーなんですが、敵は全て AI ってことでね。はい、味方よろしく。まあ、ただの AI のボット打ちかと思ったら、めちゃくちゃ難しいです。断言します。これ味方ね、PC のクロスプレイで、ガチガチ300レベルまでやってるね、モサプレイヤーいますけど、この方いても、どっかしらで負けます。はい、そういった
形で負け前提と言ってもいいレベルの本当に難しいモードですので、そういった意味ではね、ちゃんとやりがいありますよと。そう、本当にね、さっきの試合見てもらうとわかるんだけど、海外ロビーとかで、いや俺なんかもうちょっと快適にやりたいなとか、あとまあ、そもそもですね、こういったゲームって最終的にかそるのが怖いじゃないですか。でかそった結果5000円がね、もう水の泡ですよっていうのが一番怖いところだと思うんですよ。なのでかそってもちゃんとプレイができて楽しめるよっていう、こちら AI 戦ですね、コープモードっていうのを、紹介していこうかなと思います。さあ味方がちょっと上がりやすいように私が上の方行きたいんだけど、ちょっと私これ今重いキャラクター使ってるから、キャラクターってか装備してるから。ナイスクリア。そうあれないよな、移動速度遅いんでなかなかスムーズにできないんだけど、ナイス、ういー、リロード、よし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 。で、ちょっとリロードしてからしっかりと、えっ、あーもうリロードしてから、いや、こういうところなんですよ、難しいところは。で、コープでも普通にね、やられます。はい。もうバンバンやられるってか、負けますってか、チームが。だから一回死んだら復活できなくて、この A 拠点を取り終わったら、僕が復活できるって形なんですよね。そう、だから、開幕誰かがフラグで、3枚ぐらい味方 TK しちゃったら、その段階で終わりです。負けです。はい。っていう形のね、結構シビアモードなんですけど、最初はスルスル行って、最終的に B とか C まで行けて、E とか D ぐらいから、負けるようになるんですよね。はい。そこのちょっと負けるシーンとかを抑えて、あ、俺ちょっと頑張ってみようかなっていう、あ、面白そうやなっていう風なところをシーンを見せていけたらなと思います。やっていきましょう。さあ、レッツゴーレッツゴー。さあ、行くぞ。使っていくのは M4A1。で、味方が、多分そっち行ってくれても大丈夫かな。さあ、走るぞ。ブローニングで走る。で、とりあえず B はこれ駐車場エリアになってるんだけど、これをどうするかだよな。どこでマドフラッシュ出てる？結構マドフラッシュでかいですね。ワンキル。で、ここで無理に前出ない。無理に前出ないと言いつつも出ちゃうのが私。一人ワンダで、二人目。いけるそれ。どっちから来る？ナイス！引いたか。一旦こっちの外周クリアするけど来てないから、まあ、この状態で B 行きたいね。ナイス！んで、うんで、うんで。で、これを爆破すれば OK。さあ、設置しまーす。設置して、味方カバーよろしく！爆弾設置してる。爆弾設置してる。なにこれ？うわー！待って、俺殺されたんじゃね？これ味方に。気のせいか？じゃないと、だって、後ろから味方いたからさ、後ろから撃たれようないよね。壁貫通されたんかな？まじ AI だからさ、何してくるか分からへんっていう。さあ、これで爆破すれば、また僕がリスポーンできるって感じですね。はい。爆破携帯でやる感じ。はい、チューンってやって、チューンってやって、はい。チューン！ウェーイ！レス！さあ、これで復活かと思った裏リス！いや、もう AI のくせにさ、裏取りしてくんなよ、リス狩りしてくんなよっていう。はっ！やば。やる。で、こっちすぐ合わせてナイス。で、奥いるんで、はい、これ抜く。いや、こういう形で結構エイム力求められます。よいしょ。いや、PC でやりたいな、リロードする。ちょっと危ないな。さあ、しっかりとディーンして、多分味方がいるから大丈夫やな。よし。大丈夫そうやな。さあ、C 拠点に行きたいけど、ちょっと体力がないねんな、多分。かすった程度で死ぬから、あんま無理せず、引き気味でやっていきますか？こっち吐けるだけ吐けて。ナイス。大丈夫？裏から回リングで回リングで、はい、敵リスからこんにちは。味方 TK しないでね。大丈夫そうやな。オッケー、リロードする。いい感じやね。大丈夫か？味方カバーするぞ。後ろは任せろ。味方が見てない方向、守る。ナイス。防衛。痛ぇ。やめてくれ。フロート、うわー、爆発物。もうさ、これやばくない？多分迫撃砲かなんか撃ってきてるでしょ、これ。いやーこれなんか映画でありそうやな。政府側がね、軍側が余裕の最強装備でバババって制圧してたら、まさかのね、迫撃砲を撃ってきて、で、奴らにそんな装備どこにあったんだみたいな。これ普通に負けそうじゃない？だって味方がもう3人くらいしかいないからね。え、爆弾持ったやつやべえ！自爆テロしてるやついる。これやばくね？残ったの一人か二人か。いや、マジでね、やっぱ難易度難しいよね、このコープモード。っていう形で、ちゃんとね、コープ AI 戦でも、回線とか気にせず、クロスプレイの敵マウサーだとか、あと仮想とかも気にせず、こちら遊べますので、まあ、ぜひぜひちょっと頑張ってほしいですね。さあ、あとこれ敵をね、全部全滅させれば、こっちチームの勝ちなので、これで私たちがまたリスポーンして、次の拠点に挑めると。負けたチェックポイント取られてるし。はい。っていう形ですね。もう皆さん見てもらったらわかるんですけど、めちゃくちゃ難しいです。普通に難しい。なんでこんな難しくしたんやっていうレベルで、ちゃんとね、難易度跳ね上がってますので、そう。ちゃんとね、AI 戦もやりことあります。なので、まあ、これ見て、この AI 戦だけで面白そうだなと思った方はぜひ買ってください。ただこれ AI 戦私微妙やなと、やっぱオンラインプレイでガチガチ戦いたいよって方とかは、ちょっとまあね、かそる可能性もあるから、まあ絶対買ってとは言えないんだけど、まあ、今のところはちゃんとね、マッチングしてね、
回線いいところは多分いいと思うから、ぜひぜひそういった意味でね、遊んでみてください。死んだらま、もう一回こういった形で A からやり直しとなっております。はい、っていう形でですね、非常に面白い、面白いというか、まあ、内容がすごい濃いですよね。なんだこの銃の多さはっていう。そう、ハードコアとしては結構ね、いいところまで突き詰めてる、ゲームですので、といった意味でね、まあ、2、3年に一度あるかないかの、ハードコアゲームの新作、結構面白い感じの新作、ぜひぜひプレイしてみてください。はい、ということで、まあ、これからもですね、いろんな FPS ゲーム新作だとかね、ちょっと上げていこうかなと思いますので、もしよろしければ、通知が届くようにチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。